はい、それでは今回は色の指定方法について、CSS についての色の指定方法について、勉強していきましょう。色の指定の仕方にはいくつか方法があります。色名で、指定するというものです。ただですね、これはですね、デメリットとして、特定の色、つまりは事前に決められた色でないと、指定できないというデメリットがあります。この特定の色というのは、事前にですね、W3C というところで、団体が、決めているということになります。ですので、私たちが意図した色、あるいは例えばコーポレートカラーとか、そういったものは表現できない可能性が高いということになります。ではどうすればいいのかというところで、もう一つの方法が出てきます。それはですね、 RGB を利用するというものです。 RGB を利用するという中でもですね、書き方が十進数を利用するものと16進数を利用するものに分かれます。RGB を利用する際はですね、これは、受信数でいうところの0から255までをの数字を赤、青、緑、まあ順番的に RGB ですので、赤、緑、青の場合ですね、青の順に指定するという書き方になります。この書き方自体は、まあ、お分かりの通り、順番に書けばいいということになるんですが、その書き方が10進数を利用するのか、16進数を利用するのかで変わってきます。10進数を利用する場合にはですね、RGB と書いて、赤の値、カンマ、青、緑ですね、の値、そして青の値、というふうに書くことになります。これによってですね、もちろん、この、0が、一番弱い、事実上、ついていない。ついていないというのは、このドットのライトの光の強さがついていない状態ということを指します。ついていない。そして、その逆になるのは255が一番強い、一番明るい状態ということになります。ですので、この赤と緑と青の値がどれぐらい光っているのかということを示してあげれば、RGB で書くことができるわけです。では、それに対して16進数です。16進数であれば、ハッシュを書いた後に、例えば赤の値、緑の値、青の値というふうに続けて書くことになります。実際に見てみるとですね、例えば、具体的に書いてみると、RGB。でですね、例えば、127、255、127というものがあったとしましょう。127、255、127となるとですね、これが16進数だと、印で、ハッシュ、16なので88ですね。88、FF88 という書き方になります。まあ具体的にはですね、まあ微妙な調整などをした方がいいかもしれませんけども、まあ、例えばこのように書くことができるということになります。そしてですね、これによって、3色で、指定することができます。人によってはこれが一番分かりやすい人もいると思いますが、実はもう一つあります。HSL を利用するというものがあります。この HSL ですね、どのように書くかというと、色相を彩度というのは、これですね、彩度、そして、明るさを、指定するというものです。これですね、どのように書くかというと、HSL カッコという書き方は一緒です。
が、この中が、色相カンマサイドサイド、明るさという順になってですね、例えば HSL で色相というのは角度で表現されます。色相感というものがありますが、その角度で表現されるので、その角度を指定してあります。例えば120。そしてサイド、これはですね、0に近ければ近いほどモノクロになります。それに対して100に近ければ近いほど、原色に近い色が出るということになります。例えばこれが 100%、 そして明るさが、100% ということになれば100というふうになるわけです。このようにして、HSL、パーセントが必要ですね。パーセント、これをそれぞれ指定してあげることによって、表現をすることができるということになります。そしてですね、ここで一つポイントになるのが、HSL だけじゃなくて RGB、RGB カッコと HSL カッコはアルファチャンネルが使えるということです。これはですね、RGBA という書き方をしたり、あるいは HSLA という書き方をして表現されます。HSL は、あまり、ウェブの中で使われることはないような気がします。今回は RGB の例で具体的に見ていきたいと思います。というわけで今回は、このような、非常にシンプルなものを用意してみました。実際に見てみるとこんな感じになっています。今はですね、ここに、白の背景を用意しています。白の背景なので白の div が、用意されているという状態です。でこれをですね、まず、色の名前で指定してみましょう。色の名前だと例えばレッド、このようになりました。そしてグリーン、はい、いくつかですね、複数の言葉を組み合わせたようなライトグリーンとか、そういったものも用意されていたりはします。あとは、トマトとかですね。はい、こんな感じでいくつか用意されていたりします。で、それに対して、ハッシュを使った16進数の表現、FF88 だとどうなるのか、R が弱くて G が強い、そして B が弱いという感じですので、薄い緑になるという感じでしょうか。はい、実際にこのようなライトグリーンっぽい色になりました。ちなみにこの2桁が同じ、2桁ずつが同じになる場合は、それを省略して1桁ずつにすることができます。これ必ず省略する際は全部省略されて3桁にならなければいけません。このように書いても色は変わらず同じ色が表示されるということになります。さて、これをですね、書き換えてみましょう。RGB です。127の255の127というふうにしてみます。するとほとんど変わりませんでしたね。同じ色ということが分かっていただけるかと思います。例えばここの127を255に直すと黄色になりました。でこのようにして、赤、緑、青のバランスを変えることで色の表現ができます。そして、アルファを使う場合には RGBA にした後、最後に、アルファチャンネルについて、透明度についての、指定をすることができます。1.0 が、一番強い状態、つまり透けていない状態ということになりますので、こんな感じです。これをどんどん減らしていってみましょう。例えば 0.9、0.の場合には、0を書かないことがあります。例えば 0.9 というふうにすると少し血が見えるのわかるでしょうか。このままではわかりづらいので 0.4 ぐらいまで下げてみましょう。 40% の透明度にするとこのようになりました。かえってですね、背景が見えにくくなっていますけれども、これぐらいで、文字があるということが見えてきました。ちょっとバランスよく見えるところで探してみるとこれぐらいでしょうか。そうですね、このようにして黄色の背景が薄くなったところに後ろの文字があるという状態を表現することができています。というわけで、何かを透けさせるということが必要な場合にはこのような RGBA アルファチャンネルを利用するといいと思います。というわけで今回は色の指定方法について勉強しました。